こんにちは、ギタリストの国田大輔です。今日は銀座のラウンジゼロに来ております。銀座7丁目のラウンジゼロですが、有機アトリのね、あのベースの機材紹介をしたついでとは言ったなんですが、僕のペダルボードも一応少しリニューアルされているので、紹介しようかなと思います。はい、じゃあ皆さん、今日の使ってるボードを早速、ボード早速いきますか。はい、こちらです。ででん、まあ、あの2002年前にね、 YouTube 上げたやつと結構変わってないんですけど、もうあの小さいペダルボードは、電車移動可能なペダルボードはいつもこれなんですけど、最初カスタムオーディオのワウに行って、これはいつも一緒ですね。はいはい、うん、ここ、まあ毎回同じなんですけど、ね、もうあのスタンダードなままですよ。はいはい、黄色と赤でちょっと音変わるんですけど、うん、ああここに、うん、僕はいつも黄色ですね。でこのすごい大事なペダル、このジャンレー、デムラムのジャンレー、はいはい、これでもいつもオンにしてるんですよ、クリーンブースターとして。クリーンブースター、ええ、ないとね、寂しくなっちゃうから。あ、まあ、かなりブーストしてますね。だいぶ変わりますね。でこのすごくよく使ってる、一番よく使ってるオーバードライブの、まあ、ディストーションかな、ソウルドライブ、イグゼティックです。いつもの音でしょ。いつものこの感じね。大ちゃんの音です。ストラトとの相性もすごいいいんですよ。フロントでもいいし。いやでもこういう感じ、結構ドンシャリな歪みにもなるので、で原因もすごいあるので重宝します、ね、このこっちがボリュームの設定とかはもうこういう感じなんですね。原因とか日によるけど、日によって、うん、今日はこの、うん、でこっちが割ともっとなんかライトな、よりクリーンに近い歪みっていうか、ミットがすごい出るんで。なるほど。TS808、うん、前も紹介したんだけど、ね、はい、で今日が新しいのはね、これですよ。おファーズデムラムの、でも結構クリーンでしょ、うん、でもでもなんかこのでも思ったんだけど、結構ロックバンドってファーズ使ってるよね。レッチリとか聞くとファズだもん。ボリュームマックスにすれば結構ちゃんとファズになるし、ボリューム絞ればほぼクリーン。これが全開 で、 そうですね、ボリュームがね5ぐらいだとね、
なんかっぽいでしょ。もう国編撮りに。でこのさデジャバイブ、さっきね、ほらこれユニバイブやるとさっき、はい、発見したんだけど、このそのまんまですね。これデジャバイブ、もう昔からすごい使ってんだけどもね、うん、フルトーンのユニバイブですよ。ユニバイブ、そうそうそう、まあ、クリーンでも使うけど、この、はなんかクリーントーンの時に展開作りたい時にこれよくやる。で、コーラス。ストライム。強めのコーラスで、ちょっと弱めのコーラスは。みたいな。微妙に使い分けてる。いいっすね。そう、まあ、この辺はね、前も、はい、やったんだけどね。このデジタルディレイと、デジタルディレイと、コーラス合わせてこの。コーラスとこのね、はい、デジタルディレイ合わせて今みたいにシンセサウンドにしてる。でアナログディレイはほぼ結構オンにしてるね。いいんですか、そんな秘密言っちゃって。全然秘密じゃない。で今日はなんとあれですよ、アンプがフェンダーなんですよ。じゃじゃーん、どうですか山ちゃん。あれですよね、うん、ロックインでバッタリあった時に。そう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 だ、ロックインあったんだあの時。デラリバが。そう、デラリバ。いや今日いい。ナチュラルな。いやなんか今までの国田さんからちょっと。ちょっと違う。また違う、なんですかこの。泥臭さと、うん、なんかこうちょっとこうアコースティックな雰囲気が。相性がすごい僕はいい、よく聞こえるんですけど、うん、いい音。まあ、そんな感じでやっております。素晴らしい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ギタートリオのこれからいろいろギタートリオもねもっとやろうかなと思ってます。いいですね、やっぱギタートリオ自由度高くて楽しいですね。
頑張りましょう。じゃあ今日はイエー、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。機材、ちょっとした機材紹介でした。ありがとうございます。